INFJ の桃本さん、はい、まあ、これは求められてないんですけど、まあ、この INTP に今度は INFJ が寄り添うにはみたいなのもあって、はい、INTP が一人でゆっくり過ごす時間を尊重しようという、このまま読みますね、ごめんなさい。他人の要望を優先しすぎない INTP のことを大切にしよう。これはどういう意味だと思ったんですか？もう一回お願いします。他人の要望を優先しすぎない丸、うん、丸、あ、はい、INTP 型のことを大切にしよう、うん、これは INTP さんが他人のことを優先し違うんじゃん、自分がじゃないですか、切れてる。いや、 INFJ さんが、INFJ さんは他人の要望を優先しすぎるっていうことって話ですよね。やっぱり優先しする感じですか？しますね。基本は合わせるで様子を伺う、どうしてほしいんだろうなは基本いつも見てますね。はい、なるほど。であとは、課題について率直かつ冷静に話そう、くどくどと話さない、うん、やっぱ話は長い感じですか？私は話長いですふふふっていや短所と思ってますそこ、うん、ああ、それはなんか一緒にいる空間が好きだからみたいな。そうですね、なんかずっと喋ってたいですね基本人と。気持ちと気持ちでつながりたいわけじゃないですか。自分がどう思ってるっていうのは全部伝えたいんじゃないですか。あ、そうです、そうです、そんな感じで時に、はい、この INTP と同じく、はい、思考型の、はいはい、そういうのどう思われます？電話でずっとこの気持ち語、はい、あの呪文のように、はい、あって流れてくるんですよ、はい、聞けますか？聞けますよ。あ、ニーズがあれば。ニーズがあれば。でもまあ1ヶ月で冷めますよね、そういうのって。冷めないですよ。あ、この辺はなんかまた INTP と ISTP ではちょっと目的思考ですからねなるほどこの人と仲良くなるって思えば別に、まあ、SP と、はい、NT はちょっとまた違いますからね、うん、であとは、自分の方が用事をこなしているとガミガミ怒らない。要はあの一緒に住んでる時に、はい、私ばっかりゴミ捨て行ってるじゃん、うんうんうん、食器も洗ってるしさみたいなのをガミガミ言わないとあって、うん、なんかこの INFJ さんと INTP さんの関係はなんとなく見えてきますね、はい、そこでこの INTP さんがどうここにアプローチするか、うん、ちょっとまあ話を聞くってことですかね。話を聞くじゃないですか。どのタイプでもそうかもしれないですけど、どのタイミングで好きとかっていうのは匂わせていいんですかね。あー、なんか好きは別に匂わせてもらっても全然いいんですけど、抑えようとしてる感みたいな、っていうかなんかその理性というかなんかそのコントロールしようとしてる感じみたいなのがないと、なんか衝動、あ、なんかただの衝動なのかなって疑ってみちゃうんですよね本当に私のこと好きなのじゃないですけど、なんかそのなんだろうな、本当に好きなのって、なんかその好きなのか一時のものなのかみたいなところで疑ってみちゃうんで、なんかその好きだから会いたいとかそういうことじゃなくて、その仲良くなろうよって思います。だからその仲良くなりたい、好きだからは別に何とも思わないというか、むしろ嬉しいなって思いますね。なんか下心を疑ってるって話ですよあともうちょっとね、はい、外交型の人が行くのは難しいなって今僕ちょっと感じたんですけどね、はいはい、僕多分この守りとかって呼びながら、はい、何やってんの今って、あ、すごい興味あるって、うんうん、今週教えてよそれってやりたがるんですよ、うん、はいはい、会おうよって、はい、ダメですよね多分。多分ガツガツ行くなっていうのはよく内向のところには出てきますよねだともうどのタイミングで好きって言うんですかね。要はアプローチって気持ちを伝えることじゃないですか。なんかガツガツ行かないって話じゃないですか、自然に。なんか一方的じゃない方がいいですよね、やっぱり。なんかその相手がどう思ってるんだろうっていうのを含めて、今かな今じゃないかなっていうその様子を伺うじゃないですけど、一回なんかデート行こうよって誘って反応を見るみたいな感じじゃないですか、うん、またすぐもうじゃあ来週はじゃなくて今週ダメなら来週はとかじゃなくてなるほど、これはでも難しいかもな。あとはもうシンプルに、なんだろう、 INFJ ってなんか
人を信じてはいるけど疑ってるみたいな、信じたいから信じてだけで別に疑ってないわけじゃないみたいな、信じたいから信じているっていう、信じさせてよじゃないですか。そうだっていうのがあるんで、なんかそもそもなんか人からの好意みたいなところは受け取るけど、なんか一線置くと置くなって自分的に思ってて、だからなんかその仕向けたらいいんじゃないですかね、その好きになっても INFJ が自分のことを好きになってもらえるように仕向けるじゃないけど、なんかその自己アピールじゃないですけど、私 INFJ 側が自発的に、あ、好きかもって思えるような関係性を作っていくみたいな。信じてる論っていいですね、はい、信じてるけど疑ってるんですよね、はい、僕は疑ってるんですよ鼻から、はいはい、信じていいんですねなんですよ。信じさせてよに近いんじゃないですか。あなたの行為好きだっていう気持ちを私に信じさせてよ。うん、上からですけどね、なんかその自覚はあるものの、そうすればもう信じてるみたいな、うん、リュウジさんっていうのかな、年上の INFJ と付き合ってる INTP ですが、 INTP の僕に INFJ が寄りすぎない、寄り添いすぎないというふうにしてくれてますと。はいはいはい、リュウジさん違うんですよ、今回は INTP の僕がまずアプローチしたいが先にあるので、INFJ さんに、うん、なので寄り添い、一回 INTP も寄り添いたいと思ってるんですよ、はいはい、条件として、うん、なんでじゃあそれを教えてくれればありがたい、ありがたいです。あ、なんかそこで言うと、でその無意識にその INFJ 側は寄り添いすぎちゃうというか、その向こうの気持ちを伺いすぎちゃったりとかすると思うんですけど、それもなんかやりたくてやっているものの、それじゃあなんか健全に関係が作っていけないなっていう自覚もなんとなくあって、そこをリュウジさんのとこの場合は INFJ がその関係を良好にしようと思って意識的にやってるけど、はい、INTP 側が INFJ が寄り添いすぎなくても大丈夫なぐらい近寄るっていう、寄り添ってくれれば、なんかそのナチュラルに居心地がいい関係になる気はしましたね今。多分それ寄り添って相手が気にして、これぐらいの距離感かなってずっと意識してるわけじゃないですか、はい、それに甘えていると突然こう私ばっかりって怒り出すみたいな感じじゃないですか。例えばうまいなって今思いました、はい、ずっとどういうことだろうって考えてるから仕組み的に恋愛ってでも自分のいいところを出す場じゃないですか、プレゼンの場ですよね。プレゼンの場はそれがそのまま受け入れられるタイプだったら何も抵抗なくその、うん、うまくいくんだと思うんですよ、まあ、うまくいかなかったことの方が多いですね、はいはい、でも恋愛は逆なんじゃないですか、相手のいいところを受け入れるみたいな、いいところも悪いところも、でもまず好きになってから、はい、始まるじゃないですか、はい、ってことはアプローチから始まるじゃないですか、はい、あとどちらかの、いつも体調のやつ聞いてて、はい、イラッとするのは、はい、相手を見ろですよって言うんですよ、はい、あでもそれはアプローチのためですよ、相手を見ろで、僕はアプローチの方法はどう話しかけるかのことでしょって思うんですよ、うん、僕はだから逆ですよ、あだから相手を見てそこにどこをつくかを考えるみたいな話じゃないですか、この子はどういう感じなのか、何を求めてるのかっていう話です。あの奇数恐怖の子を一人にしてしまいましたあいいですいいです、すいません、うん、だからこの子は疑ってるんだなと思ったらなんか自分の気持ちを信じてもらおうみたいな行動をするみたいな話ですよ。そうで、このかなたちゃん寝る INFJ さんは結構疑い深い印象があると、 INFJ さんがね、はい、疑り深い、はい、で INTP は割と素直なので、それを信じてもらえるとうまくいくのではないでしょうか、うん、by INTP と。だから信じさせるって話ですよ僕が言ってるのは、うん、相手を見るっていうのは、あちょっとなんか気持ちを疑って、下心があるんじゃないかって疑ってんじゃないかなって感じたら、下心出さないように接するみたいな、あっていうアプローチですよって、僕はそのアプローチの話をしてる、うん、できるのかなそれ。N 持ちとしては行動で好意が感じ取れていれば好きと言われて受け止めやすいです、うん、INTJ でも例えばその時桃人さんに他の好きな人がいますと、その時にこっちから来るわけですよね、はい、まあ、完全に好きだったらダメだけども、はい、受け入れてもらえる隙はあるのかな、徐々に近づいていけば。
だ完全に好きかどうか、うん、こっちがどれぐらい好きかどうかじゃないですか。スケール好きがないぐらい好きだったら何をしても無理ですよね。そこでも言っちゃうんですよね、なんか。はい。例えば3年間好きでしたみたいな感じは受け入れられますか。あー、3年間仲良くしていた3年間なのか、何もしてこなかった3年間なのかによるかもしれないですね。トークで見てたんです。はちょっとかも微妙かな。ダメです。じゃあ今から3年間が始まりますねって感じ。なるほど。3年間ちゃんと準備をしろ。ちゃんと仲良くなる。ちゃんと仲良くしてますよって。仲良くするってのが大切なんじゃないですか。あ、そう。人間、その、好きっていう感情が即生まれることは基本ないと思ってもらった方が多分いいのかなって思ってて。もう一回今、なんて言った？今、ちょっと日本語が難しかった今。一目惚れは基本しないって思ってもらうっていうか。あ、ないんだ。だから私が好きですっていうのをちゃんと伝えなければいけないって話じゃないですか。下心じゃなく好きなんですっていうのを付き合ってくださいとかでもなく、ある程度のところまで行けば付き合ってくださいが通るみたいな。一目惚れはないんだ。基本ないですね。ほとんどないですね。行かない。イケメンでもイケメンだから好きとはならないですね。男子 INFJ もそうなのかな。どういうことですか。男子 INFJ も広末涼子みたいな子が告白してきたと、うん、その時までは町中華の普通の子が好きだったんですよ、はい、でもこっちから広末涼子が好きって言ってきた、うん、どんな子かは知らない。ただ顔は可愛い、はい、断るのかな男性の INFJ は。そう、わかんないですけどね。何を求めてるか、こっちが好きだけど、はい、もう無理だと思ってるか。あ、その可能性を広げられるとてかまあ条件次第の話ですよね。条件を、あ、そこはじゃあ難しいから、うん、やめますが、はい、もう一切その顔がかっこいいとかそういうのはないんですね、桃井藤さんには。そうですね、なんかいい人だなって思って顔もかっこよかったら嬉しいですけど、なんか顔が入り口、気になるなの入り口に顔があることはあるかもしれないですけど、好きのトリガーに顔はない。あ、分かる。ちょっと話を、はい、昔の話をちょっと出しますけど、はい、桃井戸さんの周りの女の子たちがキャーキャー言ってる男の子が例えばいるとするじゃないですか、うん、そのキャーキャー言ってる子が桃井戸さんって目の前にこのバラの花束じゃないけど手を出してきて付き合ってくださいみたいなのは、うん、その時何とも思ってなくても付き合わないですか。いや、むしろやめてくれって思いました。そこをきっかけに、うん、そこからまだ付き合うスタートではなくて、ああ、人間関係を、人間関係を深まる、うん、スタートになることはあり得ると思うんですよね、うん、付き合うにはならないんだ。そこで即付き合う、じゃあ付き合いますとはならないっていう。ああ、むしろ空気読めないなと思っちゃいます、なんか。ああ、なんかこれ僕だからなのかな、こういう単純に。あ、まあ、だからガンガンいけって思うって話じゃないですか。結婚意識しますけどね、ちゃんと僕は。はい。はい、では、まあ、その、押すことが重要みたいなことを考えてるわけじゃないですか。ニーズを出さねばと思ってます。はい。だから、ガンガン行くって話ですよね。だから、相手もきっとそうなはずみたいな。人ってそうなんじゃないのって思って疑ってます。はい、うん、美醜で見てんじゃないのって。はい。結局はそこなんでしょと思ってるので、うん、それを聞くと、あ、違う人もやっぱりいらっしゃるなと思って。まあ、そのきっかけぐらいじゃないですか。と思うんですよ。なるほど、はい、もこちゃんが同じ INFJ のはずなんですけど、はい、信じたいから疑ってる感が分かると、うん、信じたいから疑うってなんかもう女子っぽいですよね。女子の歌に出てきそうな、はい、好きって言ってよって話じゃないですか。好きだったらそんな下心ばっかりじゃなく。でも INTP さんで好きって言えない人ですよね。それは行動で示すんでもいいと思いますけどね。好きだっていうのを行動で示す。あ、この人は私のことが好きなんだって思わせてよって話ですよね。それは決してなんか道路側を歩くとか、まあ、そういうのも含めて全部じゃないですか、うん、でそれがなくデート行こうよって言われてもって話じゃないですか。なるほど、うん、